矛盾した画像を見ていきたいと思います。まずこちらですね、アンジャッシュ渡部の本ですね。アンジャッシュ渡部の大人のためのいい店選び方の極意という本で、こちらね、本いい店を知っていれば仕事も恋愛も人生は全てうまくいくと書いているんですが、渡部はねいい店をたくさん知っていたと思うんですが、ちょっと今人生ねうまくいっていないので、こちらはね矛盾してしまったのかなと思います。もういい店を知っていても人生は全てうまくいくとは限らないですが、この本にはね渡部おすすめのいい店が載っています。次こちらですね、こちらマネーフォワードの CM ですね。チュートリアル得意がね映ってます。きちんとお金の管理をしている男性イコール堅実で素敵ということで、こちらもねちょっと得意はね当てはまらない文章が書いてます。もうなんなら一番ねルーズかもしれない人物が映ってるんですが、こちらもね得意がね税金を納めていなかったということで矛盾してしまったのかなという CM ですね。次はこちらですね、ヘズマリュウこと原田翔太容疑者ですね。迷惑系 YouTuber なんですが、人に迷惑をかけるやつが一番しょうもねえと言っていて、もう事件以前以後ではね意味が変わってくる発言ですね。こちら最近までねなんかスクランブル交差点で布団で寝たみたいなのでニュースになってましたが、もうこの発言はどういう思いで口にしたんでしょうか。自分への戒めなのか、それとも本当に迷惑をかけるやつが一番しょうもねえと思って言ったのか、こちらの発言もあべこべなね発言ですね。次はこちらですね、こちらカトゥーンの田中さんですね、と論文のねアツシが覚醒剤はダメ絶対ということで×印をね作っているんですが、さらにこちら元カトゥーン田中容疑者ということで大麻の陽性反応が出て逮捕されたというニュースですね、はい、こういうことがね起こってしまうんですね。覚醒剤はダメ絶対と×印を作っていたんですが、田中さん実は大麻を吸っていた、陽性反応が出てしまうという、もう何をね信じたらいいのか分からなくなりますね。次はこちらですね、ユニセフの広告ですね。アグネス・チャンさんがね映ってるんですが、恵まれない私たちはあなたのご支援を必要としていますという文章が書いているんですが、もうこちらのね映ってる家が豪華すぎるということで、ちょっと文章とねミスマッチになってしまっている広告ですね。こちらちょっと上のね写真小さすぎないかという、そっちを大きくした方がいいんじゃないかこの文章の時はって思うんですが、すごい恵まれてそうだね豪華な家の映ったユニセフの広告です。こちら次はこちらですね、メイプル超合金安藤夏ですねがたこ焼きをね作ってるんですが、エプロンにねビーガンと書いていて、もうこれはねボケですかね。たこ焼きにもタコがね入ってると思うんですが、タコなしたこ焼きなのかそれともボケなのか、安藤夏はねビーガンというエプロンをつけてます。もうこのエプロンでね思いっきり肉料理もしそうですけどね、安藤夏なら。次はこちらですね、とあるゲームのキャラクターの発言ですね。その発言聞き捨てならないな、私よりも二次元の方がいいってのと言っていて、もうふとねゲーム世界から我に返る瞬間ですね。この子も二次元なのに私より二次元の方がいいのと聞いてくる、もうこれをねゲームのキャラクターに言われたらわけがわからないですね。次はこちらですね、引き続き金曜ロードショー仮暮らしのアリエッティをお楽しみくださいということで、もうすごいねワイルドな映画なんだなと、仮暮らしのアリエッティはもうイメージとね全然違うんですが、こちらのねアリエッティもすごい楽しめそうな面白そうな映画ですね。こちらはいちょっと違っててもね受け入れてあげましょう。以上です。